取り憑かれてしまう魅力があるのかもなとは思います、ね、やっぱりラーメンって体に悪いじゃないですか。でも体に悪い方がかっこいいじゃん。まあ俺らのラーメンについての意見はそんなもんですね。体に悪いって言うとやっぱ油がめっちゃ多いからさ、お前ら油について油についてもうちょっとラーメン広げてよ。油についてラーメンの中でやっぱ油っていうものが必要だと思うけどさ、お前らどんだけ油について魅力を語れるのか俺に教えてほしいんだけど、なくてはならないもの。まあやっぱ油っていうのは本来人間にはそこまで必要じゃないんだけど、こう二郎が油を増した時の、うん、あの気持ち悪くなるような油の多さ、 あれが人間を通り使わせていくドラッグみたいなものだと思いますね。なるほどね。どうも。やっぱ油って神秘的なものじゃないですか。やっぱ人間にとってこう必要じゃないけど、やっぱ必要じゃないものにこそ本当の必要、うん、本当の必要さは見えてくるものなんじゃないか。そこにいろんな秘密を持っている油が変わらないんですよ。なんかフルーチの答えまとえていて俺の心をぐっと掴んでくるものがあるね。すごい。でもなんかお前らのそういう油を聞いてると、なんか油ってさ、まあ俺今ラーメンのことばっか話してたけど、人間にもこう油があって、それなんかやっぱ油人間に対しての油っていうのどう思う？やっぱ油身があるとさ、まあ特に異性とかだと脂身っていうのはすごい気になる存在だと思うんだけど、お前らそのさ、まあわかんないけど異性でもお前らの同性でもいいけど、やっぱりその人間に対しての脂身について語ってほしいよ。人間に対しての脂身、うん、人間はやっぱ脂で脂があるけど、人間の脂っていうものを教えてほしいかな。やっぱこう人間で油がめっちゃこう油でテカってる感じのやつを見ると、やっぱこいつまあ結構油取ってんなみたいな感じの、うん、まあそういう、まあぶっちゃけよくわかんねえけど、こいつ油取ってるってことはまあ体に悪いもん食ってるからこいつパンクスだなみたいな感じの、よくわかんねえ感じを抱くことはありますね、うん、難しい話だけど、やっぱ油取るとこう太ってきて丸くなるじゃない、うん、それでもうあたかも豚みたいなこう怠け者のこう怠け者のなんか象徴みたいな豚とか、うん、こう醜いものの象徴みたいな感じだけど、うん、なんていうか削ぎ落とすのも、うん、それはそれでスタイリッシュでかっこいいかもしれないけど、あえてつける、うん、あえてパッドマイクとか、うん、あやっぱそこでそういう精神も俺はある、うん、まあただその北朝鮮のキム・ジョンイルみたいにいいもん食って太ってるようなやつには負けたくないし、うん、ああなるほどなるほど。でもなんか、まあ、全然また関係ない話だけど、油っていうと俺やっぱなんかある種のいやらしさを感じるんだよね、油っていうものに対して。やっぱりそこは油身やすごい、今なんか風邪ひいちまってたよくしゃみが止まんねえ。油身に対してはやっぱりそういうなんかいやらしさを感じるんだよ。なんかだから俺はやっぱ油ってとメスを思い浮かべるし、お前らなんかやっぱ油とやっぱり嗅覚っていうかそういうものは必ず詰まってくると思うんだけど、油と嗅覚とメスについてちょっとお前らの意見を聞きたいか。油と嗅覚メス油と嗅覚とメスはなんか結構哲学的な話題ですね。
まあ哲学的でもあり人間にとっては大切な話題であったので、まあ油とメスの関係ちょっと俺考えとくから、古市くん代わりにしばらくちょっとつないで。まあメスが油を持ったらいやらしいですよね。そうだ、やっぱ匂い、うん、ちょっと難しい質問してますね。結構でもそれも音楽にも関わってくると思うんだけど、メス、油メス、油嗅覚メスと油と嗅覚ちょっとこれは俺らには答えられない難しい質問だから、ちょっと事後までにちょっと難しかったな、宿題にしときよう、うん、でももう一つだけ、やっぱり油が乗ってるとか言うじゃん、そういうの、油とかで匂いを発するじゃん。なんか音楽もさ、油とか嗅覚とかやっぱりそういう匂いにみんな漂ってこう来るわけじゃん。だからやっぱり今語ってもらえないっていうのはまあまあまあそれでいいんだけど、なんかやっぱりそのお前らの油はまだ育ってないのかなというか、じゃあやっぱりこれからその油を育てていく感じか。まあ、まあ、その油っていうのがこう油が乗るみたいなのがなんかやっぱ旬みたいな感じじゃないですか、うん、だからこう俺はいつまでも油が乗る直前の油が乗り切らない時期でいたいなと思いますね。ああ、なるほどね。まあ終わりはないですよね、うん、いいこと言った。終わりはない、終わりはないのかもしれないけど、ね、だからラーメンを求めるのかもしれない。でもそう考えるとやっぱりラーメンとお前らがやろうとしてることってやっぱりさ、なんか全てを包括してやっぱり油に基づいてるよな。なんか音楽もそうだしラーメンもそうだし、あとやっぱりなんか油的いやらしさと嗅覚全てを包括してる。なんかそれをまとめていくとやっぱり全て一個の油でつながってるかも。まあ油のように人を引きつけることをやっていきたいなとは思います、うん、フルチもそう思う。まあそうです、うん、でもなんか、まあ、俺油言っちゃったけど、まあ、フルチさっきさそに落としていくとか言ってたけど、なんか油をそに落としていった後の良さとかってある？なんかお前ら今油乗ってるけど、やっぱ油とか取っていくとカサカサになっちゃうじゃん。でもカサカサになってとんがっていくみたいな、それもあるし、パンクなのか。やっぱこう油っていうのはさっきも言ったけど、まあ美味しいけど不必要なものじゃないですか。だからこう不必要なものを全部削ぎ落としたシンプルなかっこよさとかそういうのもまあ必要なのかなと思います。初期の犬とか飯食うなみたいな、あの辺はもう削ぎ落とす感じじゃないですか、うん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 、で一回こう余計なメタリック的なものも入れ、うん、メタリック的なものが油だとして、うん、そういうのもう一回いろんなものを吸収してまたこう原点回帰みたいな、うん、削ぎ落としていく、そういう作業をしていく中でまた新たな音楽が生まれるんじゃないかみたいな。うんうんうん、なるほどね。じゃあ削ぎ落とされたメスについてはどう？削ぎ落とされたメスはもう肉感がないからダメなんじゃないですかね。肉感ね、ない。やっぱ肉感が必要なんだな。じゃあお前にとってはやっぱ肉感は大事なものです。もちろん削ぎ落とされたメス、うん、メスについて俺的にはなんかセックスシンボルみたいな。あ、お前にとってはセックスシンボル。そう、対立するね。なんか例えばそんな風にセックスシンボルになる、こう現実味がないじゃないですか、うんうん、もう削ぎ落とされたメスって、うんうん、それが逆にこう本当に俺